宇宙飛行、宇宙飛行、宇宙飛行とは人工の構造物を宇宙空間で飛行させること、もしくはその技術である。宇宙飛行技術は宇宙開発の根幹をなす技術であり、宇宙旅行や通信衛星のような商業活動にも使用されている。宇宙飛行技術の非営利的な用途としては、宇宙望遠鏡、偵察衛星、地球観測衛星等が挙げられる。 宇宙飛行は通常、車上からのロケット等の打ち上げで始まる。まずは地球の周回軌道に乗るために宇宙機を加速させなくてはならないからである。宇宙機の動き、推進中、非推進中、完成移動中の両方は天体力学によって計算される。宇宙機のほとんどは宇宙空間に残されたままとなっており、これらは大気圏再突入の際に崩壊するか、または 墓場軌道に放置されるか、そのまま、スペースデブリとなる。月着陸の際に放棄されたものは月への衝突の、道をたどる。宇宙飛行の現実的な提案は、ソビエト連邦の研究者であったコンスタンチン・ツヨルコフスキーによってなされた。ツヨルコフスキーは1897年に、ツヨルコフスキーの公式を発表し、ロケット推進による公式を確立した。また、 1903年には反作用利用装置による宇宙探検で液体水素と液体酸素を燃料とする流線型のロケットの設計図を発行したが、これらの理論的な研究はロシア以外では著名ではなかった。1920年代には多段式ロケットとジェットエンジンの理論を完成させ、世界で初めて宇宙ステーションを考案した。 ロバート・ゴダードが1919 19年に発表した論文である活飛行の可能性で宇宙飛行技術は工学分野の可能性へ移った。ゴダードが製作した世界初の液体燃料ロケットは1926年3月16日に打ち切られ2.5秒間で約12.5メートル41フィート上昇した。このロケットで使用されたラバルノズル。 一旦直径が小さくなり、後に広がっていく、途中がくびれた形状のノズルと、液体燃料ロケット技術は、後の宇宙飛行技術の重要人物となるヘルマン、オーベルト及びベルナーフォン・ブラウンにとっての重要な鍵となった。宇宙に到達した史上初のロケットは、V2 ロケットの原型である、A4 ロケットである。年月日に行われた回目の、 打ち上げで AA4 は宇宙空間に到達し、打ち上げ地点から 192km 先の地点に落下した。1957年10月4日には、ソビエト連邦のスプートニク1号が打ち上げられ、世界初の人工衛星となった。この打ち上げによって、スプートニクショックが引き起こされ、アメリカ合衆国は侵犯した。1961年4月12日には、 世界初の有人宇宙飛行となるボストーク1号が打ち上げられ、ユーリガガーリンが世界初の宇宙飛行士となった。ロケットによる打ち上げは現代でも宇宙に到達する最も主要な手段である。スクラムジェットエンジンなどの他の技術は地球重力圏を脱出する手段としてはまだ速度が足りず実用にはほど遠い。最も一般的な宇宙の境目は カーマンラインを基準とする地上 100km62 マイルから髪型を指すアメリカ合衆国では地上 80km50 マイル以上の空間を宇宙と定義している。地表から発射された物体が地球を周回するためには第一宇宙速度が必要とされるが、これは地球重力圏からの脱出速度である第二宇宙速度よりずっと低い。 弾道飛行の際に速度が十分であれば、宇宙機は宇宙空間に達するが、地球周回軌道には乗らずに地上に降下する。弾道飛行による飛行は何時間も続けることができる。バイオニア1号は月に到達することを意図した NASA の最初の宇宙探査機だった。1号、0号から3号までの4機は探査に部分的に失敗し、発射から43時間後に、 大気圏に帰還する前に 113,854km、7746マイルに達した。2004年5月17日に民間宇宙飛行チームがゴーファストロケッツを発射した。これは世界初の民間宇宙船の発射であった。2004年6月21日にはスペースシップ1が打ち上げられ民間企業による有人宇宙飛行として 世界で初めて高度約 100km を超えた宇宙船及び民間宇宙飛行士となった。最低高度の地球周回軌道でも弾道飛行とは比べ物にならないほどの速度。第1宇宙速度は秒速 7.9km が必要とされるため、それを達成するためには高度な推進技術が要求される。宇宙空間で安定した周回軌道に乗り続けるために、 宇宙船の軌道速度は第一宇宙速度に到達していなければならない。周回軌道を達成するのは惑星間の航行に不可欠ではない。宇宙探査機は第二宇宙速度、脱出速度に到達する必要はある。初期のロシアの宇宙船は非常に高い高度を達成した。また NASA のアポロ計画では初期段階では月までの直接到達を考えていたが、 後に重量面の問題が発生しこれを取りやめた。外惑星への多くの宇宙探査機は直接到達を選択し、地球周回軌道には入らない。しかし、今後の宇宙探査には、NASA のオリオンやロシアのクリーペル、パロムのように、地球周回軌道上での宇宙船の組み立てが考慮されている。クリーペルについては研究開発コストが2006年から2015年の間に、 ロシア連邦宇宙局の予算を超えることが判明し、イギリスで2006年に開催されたファーンボロー国際航空省で計画の一時段、代わりの宇宙輸送機を段階的に製造すると発表された。これは、その後2007年8月21日、ESA との共同開発に切り替えられるとのロシア連邦宇宙局の公式発表があった。 ロケットを使用せずに宇宙に到達する方法がいくつも考案されている軌道エレベーター、マスドライバーなどがその全ては現代ではまだ実現不可能である。電磁誘導を利用して物体を発射するローンチループには知られている研究者が全くおらず開発は進んでいない。その他の考案としてはスカイロンがありスクラムジェットを利用して第一宇宙速度に 到達しようとするものであるが実用化されていない。発射台は宇宙船を移動するために設計された固定構造物である。一般的に発射台の構造は発射塔と発射円を避けるための堀から構成される。これらは宇宙船を組み立てて整備、燃料注入する施設に囲まれる。アメリカの車上は翼のある宇宙船。 スペースシャトルの移動を容易にするための設計がなされており、長い滑走路を持つ。車上は主に騒音と安全面の理由から、一般人の居住地とは遠く離れた場所に建設されている。発射は頻繁にある一定の打ち上げ時間帯に制限される。時間帯の制限は、天体と軌道の位置関係によるもので、最も大きな影響として、地球の時点が挙げられる。 通常、目標となる軌道は、地球の時点回転軸に対する固定角度で、比較的平坦な飛行経路をとっている。そして、地球はこの軌道の中で回転しているからである。軌道上の宇宙船には大量の運動エネルギーがある。宇宙船が安全に大気圏内で蒸発せずに、着陸するためにはこのエネルギーを捨てなければならない。通常、この過程には、 エアロブレーキングが使用されるが、宇宙船を空力的加熱から守る特別な方法が必要となる。再突入の理論は、ハリー・ジュリアン・アレンが提唱した。この理論に基づき、宇宙船は鈍い形で、大気圏再突入を果たす。鈍い形となるには、宇宙船の運動エネルギーの1%が大気との衝突で発生する熱エネルギーに変換されなければならない。 マーキュリー計画、ジェミニ計画、アポロ計画のカプセルはすべて海に着水した。これらのカプセルは比較的遅い速度で着陸するように設計された。ロシアのソユーズは陸に着陸するために制動ロケットを使用する。スペースシャトルは高速で滑走路に着陸後滑走する。着陸に成功した宇宙船からは宇宙船、貨物、乗組員を回収できる。 いくつかの例では、宇宙船がまだパラシュートで降下しており着陸する前に、特別な設計を施された航空機はこれを引っ掛けて空回収できた。コロナ偵察衛星でこれは実際に行われ、特別回収された航空機は衛星から投下されたカプセルを回収できた。NASA のスペースシャトル以外の全ての現在の宇宙船、及びスプセックス社のファルコン1は、 宇宙に到達する際に多段式ロケットを使用する。これらは基本的に使い捨てとなる。最初の再使用型宇宙を艦機 X-15 は1963年7月19日に専用母機である NB-52 からの空中発射方式で発射されロケットモーターを使用して弾道飛行した。最初の部分的に利用できる有人宇宙船。 スペースシャトルはユーリガガーリンの宇宙飛行20周年にあたる1981年4月12日にアメリカで発射された。スペースシャトル時代の間に6機のシャトルが建造され、実験機のエンタープライズを除く5機が再使用型宇宙を換気として実際に運用された。エンタープライズは滑空実験機として NASA で専用にボーイング747を改造した。 シャトル輸送機の背に乗せられ、空中で切り離して滑空後、エドワーズ空軍基地に着陸させる実験を行った。最初に宇宙に到達したスペースシャトルはコロンビアで、その後チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、そしてエンデバーと続いた。エンデバーは1986年1月28日のチャレンジャー号爆発事故の後に建造されたもので、 その後コロンビアも2003年2月1日のコロンビア号空中分解事故で失われた。ソビート連邦最初の再使用型宇宙王換機の計画は1988年11月15日に打ち上げられたブランだった。この計画は同日の打ち上げで1回の飛行を行っただけで終了した。ブランは有人宇宙王換機として設計されたが外観は アメリカのスペースシャトルに非常に酷似していた。スペースシャトルでは補助ブースターには液体燃料を使用し、メインエンジン及び外部燃料タンクを必要とするが、ブランのブースターは逆噴射に使用するのみなのでそれらの外部装備は必要としないため、スペースシャトルに比べてずっと小さい。ブランによる再使用型宇宙大換気計画は1991年の ソビート連邦崩壊によって予算が縮小され、そのまま計画は終了している。この無人打ち上げを行った機体は、その後モスクワのゴーリキー公園で3年現在も展示されている。宇宙開発の展望では1回の飛行に10億ドルの費用を使うスペースシャトルは2010年までに老朽化によるコストの上昇を招き、運用が停止されると予想されている。 スペースシャトルによる人間の輸送の役割は2014年までの間に部分的に再利用可能な次世代有人宇宙船であるクルー、エクスプロレーションビークル、クルーエクスプラーシャンビアケル、セブ、2006年8月22日にオリオンと正式名称が付けられたに切り替えることが計画されている。スペースシャトルによる重量物輸送の役割は発展型使い捨てロケットか、 シャトル派生型ロケットなどの次世代使い捨て型ロケットに引き継がれる計画である。スケールドコンポジッツ社はアンサリー X プライズ賞を獲得するために2004年にマイク・メルビルとブライアン・ビニーを乗せたスペースシップ1を打ち上げ、X、X-15 の打ち立てた記録を破りこれを獲得した。スペースシップ社はスペースシップ2を製作するだろうと予想されている。 バージン・ギャラクティック社によって運営されるスペースシップは2008年には乗客から料金を受け取って再利用可能な宇宙船として個人的民間宇宙旅行を始められると考えられている。すべての打ち上げ機が軌道に到達する際に必要となる膨大なエネルギーのもとを保持している。従ってこれが何らかの重要な要素によって突然、 このエネルギーを放出できてしまうというリスクを抱えている。1997年1月17日のデルタ2ロケットが打ち上げ13秒後に爆発した事故では 16km10 マイル離れた商店の窓ガラスが割れたという報告がなされた。さらに宇宙はかなり予測ができる環境ではあるが偶然の減圧のリスクや新たに開発された設備での失敗の可能性がある。 宇宙天気は宇宙の中の環境変化条件の概念である。それは惑星の大気中の天気の概念と異なり、宇宙空間でのプラズマ、重力波放射、宇宙空間のその他の物質などに関わる件を対処する、一般的に玉のみならず惑星間、恒星間の影響も考慮する。宇宙天気は宇宙の地球に影響する状態について説明している、地球の宇宙天気は、 太陽の動き、地球の磁場の自然、及び太陽系の中の地球の位置関係の結果である。宇宙天気は宇宙探検と宇宙開発に関連するいくつかの領域で深遠な影響を及ぼす。地時気的な条件を変えると、低軌道宇宙船の高度の急速な効果を引き起こす、大気中の密度の変化を引き起こすことできる。増加する太陽活動による磁気嵐は、 潜在的に宇宙船のセンサーの高動作を引き起こしたり、車載エレクトロニクスの動作を妨げることができる。また、宇宙環境変化条件の理解も、有人宇宙船と生命維持装置の設計に重要である。構造物としてのロケットは本来は甚だしく、汚染されてはいない。しかし、いくつかのロケットは、毒性の強い推進剤を使用し、ほとんどの宇宙船は、 カーボンニュートラルでない推進剤を使用している。多くの固体燃料ロケットがパーコライト、または他の化学物質に由来する塩素を持っており、これらはオゾン層への一時的なオゾンホールを引き起こす場合がある。大気圏再突入を行う宇宙船はオゾン層に一時的な影響を与えることとなる、小酸素を発生させる。ほとんどのロケットは環境に影響を与えることが、 可能な金属で作られている。これらの問題は地球付近の宇宙環境にも影響を及ぼす。軌道上のスペースデブリ同士の衝突によって増殖する宇宙のゴミはケスラーシンドロームを引き起こすので近い将来に宇宙開発ができなくなるという懸念が出てくる。従って現在の宇宙船は再利用が可能なように設計されている。宇宙船は 宇宙空間で飛行する軌道を制御できる乗り物である。最初の本当の宇宙船はアポロ計画における月着陸船であると言われている。以来これは設計された唯一の空力抵抗を考慮していない宇宙空間での乗り物であり、宇宙空間の中だけで動作した。世界初の有人宇宙飛行は1961年4月12日のボストーク1号であり、 ソビエト連邦のユーリ・ガガーリンは世界初の地球を周回した宇宙飛行士となった。公式なソビエト連邦の報告書にはガガーリンが地上から約1 1トル、7マイルの空中からパラシュートで降下したという事実がどこにも言及されていない。当時のファイ国際航空連盟の規定では宇宙飛行士は打ち上げから着陸に至るまで宇宙船の中にいなければ ならないという規定があり、2004年現在は改定されている。これを適用するとがガーリンは宇宙飛行士の資格を喪失するため隠蔽したと考えられている。現在の有人往復宇宙飛行に使用される宇宙船はアメリカのスペースシャトルとロシアのソユーズである、それぞれに関する過去の宇宙計画では他の宇宙船を使用していた。最近では 中華人民共和国の新州計画の一つである新州5号がアメリカのスペースシップワンのように2回の有人宇宙飛行を打った。世界でも人間を宇宙に出した国は26カ国あるが、自国開発のロケットでの直接的な有人宇宙飛行を成功させた国はロシアとアメリカ、中国だけでアメリカに続いて3番目、42年ぶりとなる。 長期間の無重量状態に体を置くことは、複数の健康的問題を引き起こす。骨は脆くなり、筋肉及び、心臓筋肉組織の永久的な萎縮が始まる。また短期間の無重量状態で宇宙酔いを引き起こす。内耳の三半期間が、重力による抵抗を失って混乱するためだろうと、言われているが、未だに解明されていない。前提格。 平行感覚と視覚などの入力情報が中枢神経系で混乱することで宇宙酔いが始まったとする説もあり研究が続けられている。太陽放射、宇宙船は地球大気の上のバンアレン体で遮られている。有人宇宙飛行では生命維持装置は人間が宇宙空間で生き延びることを可能にするデバイスの一つである。 有人宇宙飛行任務のこれらの装置について説明するとき NASA はよくエンバイロメンタルコントロールとライフサポートシステムの頭文字であるイクルスを使用する生命維持装置は水、空気、食べ物を供給するまた体に対する適度な空気圧を維持し排泄された老廃物に対処しなければならない 宇宙船やマイクロ隕石などによる外部要因への防御も必要であるかもしれない。生命維持装置の部品はライフクリティカルシステムによって設計、構成されており安全工学が考慮されている。惑星間の航行は一つの惑星系内の惑星間の航行を指す。実際には用語の定義は太陽系の惑星の間を旅行する場合に限られる。 現在5隻の宇宙船が太陽系を離れて航行している。最も太陽系から遠く離れている位置にある宇宙船は1977年に打ち上げられたボイジャー1号である。2012年11月現在で太陽から約180億キロメートルの位置にあり、秒速約1 7 1 2トル、3 6 1天文単位年の速度で移動している。太陽系に 最も近い恒星であり、2012年10月には惑星が発見されたケンタルスザアルファ星までは4.37光年の距離がある。仮に、ボイジャー1号がこの恒星に向かっているとしても、現在のところ、全工程の0.044%しか進んでおらず、到達までに約8万年がかかる。恒星間を探査機で宇宙航行する場合、 現在までに開発されたエンジンはどれも適さない。もしケンタウルスザアルファ製に50年で到達するならば、高速の 10%3 万 km 毎秒にあたる速度が必要なる。燃料を燃焼させる化学エンジンは加速する。エネルギーを得ようとすれば比例して搭載する燃料の重量が増し、事実上不可能である。スイングバイは外部からエネルギーを獲得できるが、 太陽系の惑星からは十分な速度は得られない。探査機ハヤブサが搭載したイオンエンジンのエネルギー源は電力であり、仮に原子力電池の性能を高めた大容量電池を搭載し、ハヤブサ並みの加速を持続できたとしても、到達は約1600年後になる。実現化していないが、有望視される動力にレーザー核融合があり、 超電動コイルで推進方向を制御できれば必要な速度を得られる可能性がある。空想的な SF でいうワープ工法以外にも半物質の使用やレーザーを探査機に継続して照射する方法なども考案されが、いずれも現実的でなくかつて構成艦宇宙高校であるダイダロス計画を立案した英国惑星間協会も後継する計画。 イカロスでレーザー核融合エンジンを構想しているという。また、どのように減速するか、稼働する機械が宇宙空間でメンテナンスなしに50年動かし続ける、設計の困難さなど、問題は山積している。現代の科学力では、銀河間の高校は、構成間の高校を遥かに凌駕する、技術的困難が容易に予想されるため、純粋に、 サイエンスフィクションでしかないと考えられている。重力と推進効果に関連する天体力学は宇宙船軌道の研究となる。天体力学は宇宙船が過度の燃料消費を行わず目的地に到達するための計算結果を導く。現代の宇宙船は推進機構としてロケットを使用しているがイオムエンジンなどの電気推進が実用化され、 無人宇宙機などでの使用例が増えており、これは宇宙機の重量をかなり軽減しながら、デルビーに到達することが可能である。現代の宇宙飛行のコストは普遍的でなく、頻繁に政府によって代価が支払われている。しかし純粋に市販の衛星放送などの分野では、政府によって一部の資金の供給が行われている、ものの多くの初市場の需要がある。 これらの中で成長を期待されているものとしては、民間営利会社の運営による個人宇宙旅行がある。宇宙への飛行に関する高い費用には、政府の非効率さも含まれると考えられている。確かに、文書業務に関する NASA 周辺のコストは伝説的であり、民間営利会社がより効率的に運営を行えば、コストはかなり低減することができるだろう。 ファルコン1などの民間宇宙船は個人的な財産で開発されており、打ち上げに関するコストも非常に低い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。